ツンサカランカヨ公園または、センポルナ島所公園は、マレーシア東端のサバ州東岸の海洋公園。四つの島及び三つのキー及び二つの離層からなる。2004年に、サバ公園の七番目の地域として、350キロ平方メートルが指定された。公園内には、約2000人が暮らし、ほとんどが、海のジップシーと呼ばれる、サマバジャウジンである。 彼らは棚屋やボートハウスで暮らす。1933年、バジャイア島が森林保護区、ボヘジラング島が鳥類保護区に指定された。1977年、州立公園設置の提案が初めてなされた。1998年、海洋保全学会とサバ公園、世界自然保護基金マレーシア支部、ネイチャー・リンクが合同で、センポルナ諸島計画を行った。 欧州経済共同体が国際環境予算を用いて資金援助を行った。2004年、島々はサバ州立公園に統合された。つんさからンマリーンパーク、サバー、マレーシア。ありがとうございます。